今日はですね、ワーゲンの組み立てキットのおもちゃを紹介します。これですね、パッケージを見ると外国製みたいですよね。でも見てください、ここにマスターヤのマークがついています。メイドインジャパンですね。コンストラクションオートモービルセットって書いてありますよね。それで同じ箱なんですけど、デザインがエレクトリックオートモービルセットっていうことは、こっちは電池で動くやつ、こっちはゼンマイで動くやつ。さあ中見てください。ほとんど当時のままですね。これスプリットウィンドウといって分かれていますよね。これは1949年ですから、おそらく1949年から1950年頭ぐらいに作られたおもちゃでしょうね。本当に当時のものですよ。ここにモーターが入っているんで、これは電池で動くワーゲンですね。そしてこれはここにゼンマイがついているんで、ゼンマイ仕掛けで動く。これもですね、なんかスパナのような形にしているんで、子供たちはね、これで組み立てるとき、自分が自動車の整備士になったような、そんな気持ちにさせてくれたんじゃないですか。これがですね、この中に入っているものがこうイラストで書いてありますね。それでこの1番から順番にこう組み立てていくんですよっていう説明書ですね。まあ、英語で書いてあるというのはもう一応ですよね。ほとんど海外に輸出されて、まあ、それによって外貨を獲得した。実際に組み立てたら手のひらに塗るようなおもちゃですからね、もうすごく可愛いと思うんですけど、もうせっかくこの状態で今まで保ってきたんで、残していきたいですよね。このパッケージのイラストなんかこのままなんか T シャツにプリントしたらすごい可愛いですよね。まあ、どういう方がこれをデザインしたんだろうな。今の十何代目の社長、僕がとても仲良しなんで、春正さんっていうんですけどね、斉藤春正さん、ちょっと聞いてみたいですね。本当に可愛いイラストですね。今日はですね、この組み立てキットですね、ゼンマイモーターです。まるで当時のままの状態ですね。今から約70年ぐらい前のおもちゃです。よくこの状態で、ね、保存されてきましたよね。また次回お楽しみにしてください。